はい、今日は、長岡京わらび取り事件をやりますが、リクエストいただいたんでね、ちょっと遅くなりましたけど、はい、それで、まあ、事件の概要なんですが、これ皆さんは別に他のところでもご覧になってると思うんで、まあ、詳細は知ってると思いますんで、ここではざっと説明します。1979年5月23日、長岡京市、京都府ですね、の長岡京市の山中で主婦が殺害された事件です。これは5月23日、スーパーのパート主婦2人が仕事の後に近くの山林にわらべ取りに入り、入った以降、行方不明になりまして、まあ、捜索しましたら、2日後の25日に現場で遺体となって発見されております。それで A さんのポケットから、追われている、助けてください、この人はこの男の人悪い人っていうメモが、スーパーのレシートに書いた紙が発見されましてですね、これがこのレシートが23日に自分たちで買い物にした時の、レシートなんで、まあ、この A さんの持ち物であろうということでございます。でそれで、その容疑者が、まあ、3人ですね、捜査線上に浮かんだんですけど、いまだに犯人が捕まっておりません。何でも時効が成立しています。で、容疑者少年 A っていうのが、この辺をなんかサイクリング来てて、なんか不審者に間違われたのがいたんですが、この日は別のところに行ったアリバイがありました。あとね、まあ、全然違う日に包丁を持って奥さんわらべ取れますかっていう聞いて回ってたおっさんがいたんですけど、これ似顔絵まで公開されたんですけど、特定できず、です。であと建設作業員、これ2人いるんですけど、昼過ぎに現場にいたですね。その近くで造成工事が行われてまして、その時の建設作業員が怪しいっていう、で一人が空手の人だったらしいんですが、こいつらはまああんまり、警察に呼ばれたりはしたんですけど、証拠がなくて立件できずということですね。はい、それで、ここでまあ考察していくんですが、私の見立てですけど、まずスーパーのパートなんですね、この2人って。だからおそらく、これで殺害の残虐性からすると、もう執拗に殴られてるところとかするとものすごい怨恨なんですよ。ものすごい怨恨、犯人、被害者に対してはものすごい恨みがあって、とてつもない恨みがあって、あそこまで殴りませんから、30発も50発も殴りませんから、でおそらく2人いたであろうと思います。で、A さんを襲った人と B さんを襲ったやつがいるんですよ。で B さんを襲ったのがあれでしたね、 B さんを襲った方が多分おそらく、あれまでやってます、強姦までやってます、服を脱がしてますから、その上で刃物刺してますから、ズブって、だから、ただ A さん43歳で、今の43歳って若いは、まあまあ若いんですけど、当時の43歳ですからね、昭和54年の43歳って言ったら、もう相当今で言うとおばちゃんみたいな感じだったと思うんで、そう襲うかねっていう話なんですけど、まあこれはちょっと後でやりますけど、それで、まあこれスーパーの、まあ、店員さんだったっていうところから、なんで怨恨恨みを買うようになったのかっていうことを考えた時に、まあ芋って最も考えられるのは、万引きを捕まえたんですだと思うんですよ、この主婦が、2人が万引きを見て咎めて
事務所に連れてって、まあ防犯カメラでも映ってたから、あんた撮ったでしょって言って、あんたここ何回目なのって言って、で、ねって、何回目なのここ来んのって、でこあのだからこれ別の、全く別の日よ。ね。で、あんたもうあかんで、もうあれやで、お前、あんたあれやで、この前もやったろって、この前も撮って、もうやりませんって、年賞変えたやろって、そんでまた来たやんかって、また撮ったやんかって、もううちら許さへんでって、もう店長もカンカンやぞと、もう警察言うからなって言って、もう泣いてもしゃあないよって、もう警察言うよ、うちらって。で、警察呼んで、警察に預けたと。そんで、それがきっかけで、まあ多分学校、高校が退学になったか、まあ勤めてた会社をクビになったかどっちかなんですけど、それで、怨恨があったんじゃないかと。うん。で、釈放されるわけですよ。うん。ね、一応、警察は一応、被害届出すんだけど、まあ一応、書類送検はされたと思うんだよ。万引きで。ただ年齢が若いから、もう反省もしてるし、学校は退学になるし、もう制裁を受けたから、検察は、起訴猶予ということで、もうやんなよと。ね、こんな、これを契機にもうこんなことになるんだから、もうやんなよと。起訴はしねえけど、裁判にはかけねえけど、起訴猶予で釈放しちゃうけど、今回は、もう二度とやんなよって言って、返したと。そこからだって学校は退学になるからもう無理じゃないですか。高卒の資格は取れないわけだから。それで、もう中卒で働くしかないわけでしょ。で、結局、もんで、もし、まあ、これ高校退学になった場合ね。で、会社クビになったバージョンだと、もう再就職するにしても、お前万引きで捕まったやろって。お前あいつ、お前あれはあそこのスーパーで万引き捕まったやろ。お前あれお前やろって。うちはそんなん使わへんでって。うん。他行きって言われて、うちはもうあかんあかん。あんたみたいな子はあかんって。もう信用ならんからあかんって。うん。いくら万引きやって、もう反省したい言うても、もううちはあかん。うちお金を使える商売やさかい無理やって。他のとこ行ってくれって言われて、もうたらい回しされて、バンバンたらい回してて仕事が見つからず生活がすさむで結局誰のせいだって言ったらこの主婦の A か B なんですよ。あいつのあのおばんが悪いんやって言ってそれで、もう恨みを募らせるわけでそのスーパーにもちょいちょい行くわけよ。で自分はその自分悪いんだよ万引きやった自分が悪いんだよ。でもう人生めっちゃくちゃなってるのにその相手のおばはんは、スーパーで現金で働いてるわけじゃないですか。ね。うん、ね。で、それを見て、もう、怒りが爆発するわけで。それでなんかね、もう、つきまとってた可能性があるわけよ。そのスーパーの出入り口のところで。うん、おばはん、覚えとるって。うん、なあ、覚えとるって言って、もうなんかもう刃物持って、似たーって笑ってね。ね、いつまでもあれやと思ったらお間違いだぞって言ってうーんってでなんかにかにこしながらもうその脅してたわけですよ A さんを多分 A さんだと思う A さんの方を脅してたと思うんだよ。それででもそれで A さんはもう怖くて誰にも相談してないんですよ。同僚にも相談、店長にも相談しないし、もう家族なんかも、最も家族なんか心配さかけたくないから、もう自分のだけで処理してるわけですよ。その、この変な男に、もう一つ、当時万引き犯に付け狙われてるっていうことは。なんだけど、まあだからもう自分でもう何とかしなきゃっていうことで、もうでも恐怖なんだけど、でもやっぱりスーパーで働いてる時はやっぱりそんなもう引きつったことできないからもうニコニコしながら働いてるわけですよ。うん。そんな折に B さんからそのわらべ取りを誘われるわけ。で B さん初めてだからねえねえで A さんも行きたくないのよ。もう何でも狙われてんだから付け狙われてるの分かってんだからもう恨み買われてる。
この前万引き捕まえた子に狙われてる、命狙われて恨み買って命まで刃物で脅されてるってのは分かってるから行きたくないんだけど、 B さんが必要に、何にも知らない B さんが必要に、ねえねえ、うちも悪びとり連れて行ってって言って、あの山取れるんやろう、あの山で悪びいっぱい行さん取れるんやろうって、うん、あの私も連れてってほしいんやけどどうかなって言って、で、いやいやいいですって言って、 A さんは行きたくないのよ、山の中、これ今の状況から見ても山の中行ったらもう殺してくださいって言われるようなもんだから行きたくないんだけど、 B さんが必要に誘ってくるから、もうでも B さんと2人だし、まああそこ結構人の目もあるからじゃあ大丈夫だろうと思って行ったわけで、そのスーパーから出る時もそのこの男っているわけ、 いるのよ。で後ろずっとついてくるわけよ。そので A さんはもう気づいてるわけ、もう後ろ付け狙われたんで、 B さん何も知らないのよ、もうわらび取りしか知らないから、わらび取りってルンルンだから。でだからそので当地お寺のところで 10時に出発して、お寺のところでスーパーで買ったお弁当を食べてるわけで、食べてんだけど、で多分 B さんがそのトイレかなんかに行った時にそのレシートに鉛筆でこれを書いたんだねって思うんだよ、ささっと、うん、でそれをポケットにしまってたわけで、そのなんでこれを書いたかっていうと、わらび取りのために入って山入っていくじゃないですか。でもしかしてそのでその時も後ろからもうあのついもうお昼ご飯食べてるだけでもう近くにいるの分かってるわけよ。じっと見られてるの、もうストーカーのように監視されたの分かってるんだよ、これ A さんは。うん。で当時携帯なんかなかったからとにかく助けを呼ぶにはどうしたらいいかって考えた時に、このすれ違い、誰かとすれ違った時、その女の人じゃないよ、おばちゃんとかじゃないよ、もう体格のいい男の人みたいなおっさんとかにその助けてもらうために、そのいかにその付け狙ってくる A さんにバレずに助けを呼ぶかっていうのを考えたんですよ。で助けてって言ったらもうそれにわーってきて、あの騒いだ瞬間に後ろの A が逆上して襲ってくるかもわかんないから、いかにこのその男ストーカーみたいについてくる男にバレないように助けを求めるかっていうのを考えた時に、このメモをすれ違いざまにあの相手から来る男の人に握らせると、ガッて。で男の人が「なんだなんだなんだ何や何や何や」って言ってパッて開けたらこれが出てくると。で「ああ助け、あこいつか」って言って、でこの おっさんみたいな「お前何やお前何しとんや」って言って言った時にバーって逃げるだろうっていうのを、まあ、そこまで計算に入れてたと思うんですよ。お前か、悪いとこってお前かって言って、お前何やっとんじゃって言って、うん、まあそれを考えたんだ、助けてもらえるか、もしくはあ、もしもしすいません、あんたね付け狙われてるんですかって言って、大丈夫です、じゃあ私と一緒に逃げましょうって言ってバーって逃がしてくれたかもしれない、その男の人たちの、まあ多分思ったら集団3人ぐらいの3人連れの男の人が来ればもうそれは万々歳な展開なんだけど、もう3人組の男性がいたらこれをパッと目を渡した時に、大丈夫ですか、悪い男に追われてるんですか、じゃあうちらと逃げましょうって言って、もう取り囲まかのようにバーって逃げてった、逃げれたかもしれないね。でもう助かったかもしれない、まあ、だからそういうを見越してこれを書いたんじゃないかと。ところが誰ともすれ違わず、それでそのまあ誰もすれ違わず結局人気のないところに来た時に、そのこの
男に、襲われたということだと思います。でこれが1人か2人か3人かどっちかなんだけど、多分おそらく私は複数人だと思います。これね、これもこの万引きで捕まった子も多分1人では来てないんです。で3人ぐらい仲間連れて来てるはずなんです。で万引きするようなやつですから、そもそもなんか堂々と犯行をやるような人じゃないと思うんです。万引きなんかやるやつって大体だからその何人か仲間連れてきてると思うんだよ、で A さんが襲われました。でもう A さん襲撃されてるんですよ、バーンって。でその見て B さんが逃げたところを他の男に追い立てられて、別のところで襲われてる、で別のところで殺害されちゃってるわけですよ。で包丁でズボって、もう予想外に転向されたからバーって、でまああれですね、 B さんを襲ったやつが偽装工作のために A さんに体液をかけたんじゃないかと思います。近くに変死体となってるところに。で、A さんを襲ってたんですけど、 A さんを襲ったんですけど、それのまあ体液をかけるところを B さんじゃなくて A さんにかけて偽装工作をして、いかにもだから、でこの少年っていうのもこの辺で遊んでる子なんで、この何日か前に40代ぐらいのおっさんが包丁を持って、奥さんわらべ取れますかって言って包丁見せてって大騒ぎになったのを知ってるわけよ。だからこのおっさんに罪をなすりつけようとして B さんを、32歳の B さんを襲ったんだけど、B さん襲った時に本当は B さんに体液をかけるところをその A さんのところにかけて、で B さんをなぜか B さんの方で包丁刺してんだ。でこれ包丁刺したのは別のやつだと思いますけど、体液をかけたのが多分この犯人、主犯格の犯人だと思います。で偽装工作してると思います、でこのおかげで40だから40ぐらいの襲わない40歳のおっさんだろうっていう、その短絡的なこの考え方で、警察を、要するに間違った方向に誘導しようとしたんじゃないかなと思ってるわけですが、どうですかねという感じなんですけど、だからこの事件を捜査するときにやっぱり長岡京の近辺でこういう変質者が昔前いたと、その奥さんわらべ取れますかって言って包丁持って奥さんにこういう話しかけて、で逃げ、奥さんがその時は逃げて助かったって。でこのわらべ取りのなんかその変質者っていうところに警察は多分重きを置いたんだと思うんです。そのこういうことをやるやつは変質者だ。現にそのこの辺でこの山でたむろってる不良グループとかにも必要に声かけてるわけですよ。お前らちゃうんかいって言って、お前らなんか知らんのかって、お前らやったんちゃうんやろなって言って、まあ捜査線上でずっと出してたんですけど、まあおそらくこれもなんか数日前とかじゃないんだよ、万引きも多分もっと前の話なんだよ。だからこれ万引き事件ってこの主婦 A さんか B さんどっちか分かんないけど、これ咎めてその警察沙汰になった万引きっていうのは多分もっと前の話よ。だから5月とかじゃないんだよ、ともう半年ぐらい前の話とか、もしくは前年の冬休みの頃の万引きとかだと思うよ。そのぐらいのやつだから、スーパーも万引き犯が冤婚でっていう発想はないのよ。なんでかスーパーは万引きなんてしょっちゅうあるから、で工事なんか少年少女の万引きなんて山ほどあるから、これでしょっちゅうそんでほぼ1週間の間に2、3日ぐらいは多分誰かがとつかまって、高校生中高生がとつかまって事務所が呼ばれて、親呼ぶか警察呼ぶかって話してるわけですよ、そんな感じだから、もうスーパーも特定しようがないわけですよ。ドイツがあれだっていうのは、
なんかだから警察沙汰になって本当に学校停学処分になって退学処分になったんやってなって、もうザラにいるから、こんなこの年なんて、もうだって昭和54年なんて学校荒れてたんだから、だってこの時期なんてもうかなり荒れてたから学校この時の昭和54年なんていうのは、うん、ですよね。あの原宿の竹下通りで奇抜な格好で踊ってたのが54年ぐらいですから、あの頃ですから、暴走族が山ほどいた時代ですから、この今よりもいた時代ですよ。で今より学校荒れてたんですよ。だからビーバップハイスクールみたいな感じの学校が山ほどだった、で荒れる学校もっとあと学校荒れだったらもっとあとかな。でもこの頃も結構荒れてたと思うんだよ。もうだってだからそんでスーパーで万引きなんて日常茶飯事だから、高校生中高学生が万引きで咎められて事務所連れてかれて、親呼ばれるか警察呼ばれるか、あんまりひどいと何回もやってるやつ警察呼ばれて歩道になっちゃうわけです。で歩道が逮捕されちゃってって、で保護司に厄介になるか少年鑑別所ぶち込まれるか、どっちかだと思うんですよ。で少年鑑別所でぶち込まれるぐらいだったらもっと前のことだから、もう分かんないんですよね、これスーパーと誰かっていうのは。うん、スーパーには伝わってこないですから、この警察の方から。この前大田区で間引きした子は少年鑑別所に入れましたなんて連絡が絶対来ないから、それはで少年鑑別所に入れるかどうかなってのは警察が決めることじゃないわけで、検察庁が決めることですから、なおさらわからないわけですよ、どうなったかって。だからスーパーとしては万引きでと捕まえた子が、まあ親を呼んで連れて帰ったらまあいいんですけど、警察呼んで連れて行かれたっていうその万引きの加害者がその後どうなったかっていうのはスーパーは知る由もないわけですよ。うん、だからもしかするとあり得るかもしれない、これ動機としては。うん、でものすごい恨んでたと思うんだから。ほとんどでもね、あれはまあ結局そのほとんどの人は反省して、自分のやったことを反省して真人間になって向き直るんだけど、ごくまれにやっぱりこれで逆恨みする人がいるわけですよね。うん、だから万引きの G メンとかってすごい因果な商売だと思うよ、あれ。うん、だからもしかすると万引き G メンの人とかは同じ犯罪に巻き込まれる可能性もあるよな。やっぱ仕事って怖い仕事だなと思うよ、やっぱりこれ見た感じで。やっぱり分かんない、万引き違反がやったっていう、まあ私の見立てだったから万引き違反の怨恨のせいじゃないかなと思うんですよ。ここまで必要に殴る蹴るやって B さんに致命傷になるくらいのところで包丁突き刺すなんて言ったらよっぽどの怨恨ですから。だからこのスーパー全体に恨みを抱いてたから、そのスーパーの同じとこ働いているスーパーを働いてる人だっていうことで負けて食ったところでもう怨恨でブスってやっちゃってないかなと思いますが、はい、私は多分万引きの加害者が恨みで殺す気はなかった、いや殺す気あったろうな、もうさなから殺す気あった、いつかどっかで殺しちゃおうと思ってた、でずっと付け狙ってたと思います、それで。うん、だから多分おそらくこれがもしかするとまあ公に出てたストーカー殺人の第1号になるんじゃないかなと、公的なね、わかんないですけど、と思います。はい、うん、だから C さんって同じスーパーに勤めて5年後ぐらいに同じスーパーで勤めてる C さんとかもう一人主婦が殺されてるわけですよ、 A さん B さんの他に C さんで、これ関連があるんじゃないかって言われてるんです、残忍で殺され方されてるからって。まあこれもしかすると分かんないんですけど、この犯人がこの
事件の後に、もしこれが関連、同じ人がやったとするならよ、同じ人がやったとするならば、この事件の後にまたスーパーで万引きやって、この同じスーパーでまた万引きやって、また捕まったと。で、その捕まえたのが C さんだったと。で、結局、またお前また出てきて、またやったんかと。今度は許さへんぞって言って、で、刑務所入れられて、窃盗だから、まあ、1年中出てくんだよ、その刑務所行ったとしても、やっぱり、身近にいたから、俺は、身近にいるから詳しいんだけど、万引きなんで結構やって、実刑や食らっても、大体最初の頃は1年で出てくんですよ、1年も経たずに出てきます。ね？だって懲役1年実刑だから。で、それで多分未決拘留分が引かれるから、半年くらい出てくるわけですよ。ね、で、それだから、まあ、出てきて、またそれで C さん、お前のせいじゃって言って、やったんじゃないかな。で、わかんない。だから、この事件を、まあ、やるんだばあたり、万引きで捕まえたやつの記録全部調べた方がいいと思う、このスーパー。もう残ってねえかもしれないけど、もうこんな昔の記録残ってないと思いますが、万引きで捕まえたやつ、万引きで、要するに事務所連れてって、親呼んできて返したってのは除外してください。警察呼んで、警察で対処を任せたっていう、これ多分ね、所轄の警察署をあさると多分出てくると思う。あると思う。これ、この事件の昭和1979年5月23日以前だから、もうこれ1978年の8年から59年も5月23日までの間、その捜査資料があると思いますから、警察にね、証拠みたいなのあるから、その時にその、捜査一課に多分、捜査資料みたいな感じで、事件の報告書みたいな、調書みたいなのがあるから、まとめられてるのがザーッと。で、おそらく、多分その該当しそうな年齢の子が、絶対1人、2人、警察に呼ばれて、警察がそのスーパーに呼ばれて、万引きの処理やって、検察に送ったっていうのがあるはずです。そいつを調べてください。そいつを調べれば、大体分かると思います。全員、全員です。男女問わず全員です。私は多分犯人はそいつじゃないかなと思ってます。だから、これは、だからこのおっさん、変なおっさんの殺人に見せかけた偽装工作までしてますから、相当計画的ですよ、これ。だからこのスーパー、これ A さんがしょっちゅう山、わらびとり行ってんのは知ってんのよ。知ってんだけど、この日7回ぐらい行ってんで、なんでその時殺さなかったかっていう話なんですけど、なんとなくその時までやろうとしたんだな。でもな、その間7回ぐらい行ってんだよな、このスーパー A さんって。だから、わらびとり行ってる頃って時って、多分それは、こいつまでいなかったのかもしれない。で、6回目山登り、わらべ取り行った時はいなくて、その6回目はわらべ取り行った次の日あたりから周辺に現れ出したんじゃないかな。このこいつ。だから、もしかすると、それ考えると、この退学になったってもっと前かもしれない。だから、もっと前か、つい最近かもしれない。5月23日以前かもしれない。もしかすると、この79年の春休みぐらいに、なんかやらかし、万引きでやらかしたと。で、処分があって、せっかく入った学校を1ヶ月ぐらいで退学処分になっちゃったと。そんで恨みつらみでわーってなったのかなと思いますが、あいつのあのおばあのせいじゃんって言って。そんで、こいつあのおばあの恨みあんねんって。もう殺したるわーっつって。で、仲間も、やめとき、そんな、お前そんなことで人生棒に振ったらあかんでって言ってたんだけど、いや、俺は絶対殺すんじゃって。俺はやるんじゃって。お前らも手伝わんかって
で、なんかそんなことや話し合われてて、で、まあ、で、この、すぐやらないわけ。まあ、なんかチャンスはねえかと思って、その、探ってたんだと思う。うん。で、A さんは、その時にもう気づいてたと思う。なんか、もう、この前万引きで捕まえた子に付け狙われてるっていうの。その中でもやっぱ、わらび取りで殺されることまでは考えてないんだよ、だから、それは。だから、そこまでは考えてないんだよね。うん。で、わらび取り行ってる時も、向こうは、ただ、山のところまで来て、A さんが登っていくのを見て帰ってあったから、帰っていったのを見てるから、あれかなと思ったんだよね。だから、そこまでは、執着はしてないのかな、みたいな感じで。うん。で、まあ、わらべとりやって、一人でもうわらべとりやってたと思うんだけど、うん。で、その、で、この犯人は、あの場が山でわらべとり行くねんなって。あそこ今度行った時にやるかって。うん。ええー、なーって言って。うん。誰もおらんしな、あそこなって。あ、やるんだったらあそこやな。あそこに、あの山行った時がチャンスやなって言って。うん。行ったんじゃねえかなと思います。だから、この、だから、この、勤務パターンとかも知ってんだよな、もうだから。で、この主婦の A さん、B さんっていうのは、午前6時に出勤して、午前10時に上がるんですよ。で、この日を狙ってたんだと思います。だいたい、その A さんは、その午前6時出勤、午前10時退勤の時に、わらべ取りに行くから。それはもう行動パターン読めてるから、次午前6時出勤、午前10時退勤の日を狙えば、あのおばさんが絶対山に行くはずやと。ね、わらべ取りまた行くねって。あの時にやったらええんやって言って、そう狙ってたんじゃないかなと思うわけです。うん。だと思います。はい。うん。ここまで、本当にここまでやっぱり必要にやっぱり、だから相当恨みがないとここまでやらないんですよ。うん。裏やらないとやっぱり。で、スーパーにもちょいちょい来てますよ。で、働いてる姿見てるんですよ。そんで、自分は仕事、学校は退学になったか、どっちか仕事は失ったか、どっちか分かんないですけど、もう、プー太郎のプーですよ。面接行っても、どこも取ってくれないんですよ。長岡京の界隈では。知れ渡ってるから。で知れ渡ってる点からしても、A さんが絶対言いふらしてると思ってるんですよ、だから。ね、主婦のネットワークって強いですから。うん。だから、この前なんか、うちでまた万引き捕まえよって、で、警察に来てもらって、来てもらってんって。で、あの人もう仕事クビになるはずだから、あんたんとこの会社にも絶対面接行くはずやから、落とした方がええでって。あんなんって雇ったらめちゃめちゃなれで会社って。迷惑くなるだけやでって言って、もうそうやってバーって広めてるもんだと思ってる。だから余計恨みがバーって蓄積されてって、もう自分がどこ行っても面接落ちんな、あのおばさんのせいだと。あのおばさんが余計なことを、あることないこと言いふらすから俺はどこも就職できへんねやって言って、ふざけんな、クソババーみたいな感じでうわーってなっちゃって、もうそれで、ちょうどその時に、午前6時出勤、午前10時退勤の日が来たわけですよ。この日じゃーって言って、友達バー呼んで、これ友達もだからこう集まってくる友達も仕事ねえんだろうな、多分仕事がねえのか学校行ってるのかどっちか分かんないけど、もうすぐ集まってくるわけですよ、バーって。で、まあ、30歳ぐらいのおばかんやけど、やるかーみたいな。で、集めて、ついていったんじゃないかと、思いますが。まあ、これが多分この事件の真相じゃないかなと思いますが、うん。私は万引きで捕まえた
とがめた。当時だからスーパー警備員っていないんだよね。あの万引き G メンっていないんだよね、この時。万引き G メンなんていうのは最近の職業ですから、当時の万引きってやっぱ店員さんが見て現行犯なんですよ。だから品出ししてるふりして、あのがあのスーパーの店員さんがこうちょい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 巡回して、っていう感じなんですよ。だからあの当時は、だからおそらくこの A さん B さんもまあレジが暇な時、品出しとかやってる時に万引きの監視っていうのも同時にやってて、たまたま見つけちゃった子がこの前も同じとこスーパーで何回もやってて、店長がお怒りで、お前ほんまあやだ、お前何回目は思ってんじゃんって言って、お前今度こそ警察やと、お前前の時なんて言った、お前もうしません、もうしません言うたら、お母ちゃんと一緒に頭下げたやろ、この髪も変えたらお前ちゃうんかいって、お前こう名前と反抗者、お前ちゃうんかいって、もうやりませんって書いとんやんけって、ね、お前ほんでそれでまたやったんやからな、お前こんまこんとこんと、もうほんと、もうほんま今回はもううちのもカニの方が切れるの、ね、あの警察呼ぶさかいなって、もうしゃあないんじゃ、もうお前やったもんしょうがないんじゃって、反省しないお前が悪いんじゃって言って、店長、でもほんと店長やればいいのになと思うんだけどだ店長怖いんだろうな、この当時の店長がものすごく怖いやつで、怖い人で、店長には手出せなかったんだろうね。めっちゃくちゃ怖かったんですよね、店長はね。で、やっぱり、で、その、ね、万引きを捕まえた原因となった、この A さん、B さんを狙い定めたんじゃないかと思いますけど。はい。私はそう思っています。はい。今回は長岡京わらび取り事件について、考察してみましたが、多分犯人が捕まらなかった理由も多分これを見落としたからじゃないかと思います。万引き加害者説っていうのを警察は全く手つけておらず、万引き加害者説っていうのはどっかでふわって浮上して、このスーパーで万引きで捕まった人っていうのを洗ってたらもっと早く捕まってたと思いますよ。こいつちゃうんけって、こいつ何秒もやっとるやんって、こいつ何遍も万引きやってて、ああ A さんに万引きとがめだと事務所連れてかれた、こいつじゃって言って、こいつが恨みうつなみつまらせてやったんちゃうんけって言って、まあ、それで多分そのやってればもっと前に捕まってたと思うんですけど、はい、私はそんな感じがします。以上でございます。